じゃあこれマイク入っとる。大丈夫。あ、こんにちは。まあ、こんにちはと言った方がいいんでしょうかね。まあ、こんにちはですね。はい。今日は、まあ、久々なんですけど、なんか再生回数伸びないんですけど、でもポケットモンスターのちょっと、まあ、対戦の動画を撮っていこうと思うんじゃないかなと思います。はい。で、今回は、まあ、新しいなんかルールとして、今作からダイマックスというのができるんですよ。今シーズンとか、まあ、今月から3ヶ月間、それができない対戦方式になったということで、まあ、でですよ。まあ、でってやつですかね。まあ、なんて言うんでしょうね。まあ、ほんと。まあ、そこら辺は。はい。で、まあ、そこら辺、まあ、なったということで、まあ、ダイマックスなしでできる。あと、禁止伝説が1体使えるんですよ。例えば、まあ、ソルガレオだったり、まあ、まあ、無限ダイナだったり、あとなんだ、ゼルネアスか。ゼルネアスって俺や、これか。だったり、まあ、使えたりするんですよ。まあ、まあ、1体使えるということで、まあ、まあ、僕はまあ、グラウンド使ってくる。ダブルバトルですね、もう。僕今回やろうと思うの。シングルバトルちょっと昨日なんか仲間大会潜ったんですけども、もう本当にもう不毛すぎて、身代わりばっかしてみんなもう不毛な争いだったんで、もうやりたくないです。というわけでダブルバトルを今回はやっていこうと思いますと。で、まあ、僕の構築として、まあ今日はこれですね。ちょっと待って、これか。はい。はい、まずこれ、エース版。はい。はい。まあ、こんな感じ。まあ、はい。はい、次、はい、不思議版ですね。葉緑素、いや、まあ、今回もう、肝はグラードンなんです。僕、禁止伝説、今回グラードン使うんですけど、まあ、困ったら地割れで、まあ、ズドンですよ。まあ、地割るってやつですかね。まあ、本当に、まあ、地割れっすわ。はい。まあ、困ったらそれやっときゃいいわって感じです。はい。で、まあ、そうですね。まあ、はい。で、葉緑素、まあ、ひでりを使って、素早さ上げて、眠りごなね。眠らす。まあ、それがもう狙いです。はい、次。はい。あ、この面、なんか今作から来た順伝説目、もレジエレキってやつですかね。はい。あ、なんかもうめちゃくちゃ速いやつ、素早いやつです。うん、素早くてやばいやつ。はい。じゃあ次行きます。はい。はい、そうですね。今作から目覚めるパワーなくなったんで、うん。まあ、それはな、まあ、あれはちょっと読めないんで、さすがに目覚めるパワーなんて。あ、だから、まあ、覚える技はちょっと貧弱ですけど、まあ、仕方ないでしょう。はい、まあ、オーロンゲ、はい。まあ、こんな感じですよ。攻撃技ありません。はい。まあ、こんなもんでしょう。はい。で、次、今回、エンテ。はい。そうですね、これ、あれ、特殊型のエンテになりますね。特攻素早さで努力値250に振ってるエンテで、まあ、まあ、そうですね、はい。まあ、まあ、グラードンで晴れさせて、どれだグラードン、これか。晴れさせて、で、エンテで噴火ブン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 打つとか、まあ、そんなことを考えてはいるんでしょう。はい。ということで、では、で、特性精神力には猫魂も効かなきゃ、威嚇も効かないんで、あ、それは強いな、お花、手を話でやっていこうと思います。まあ、ダブルで名声エースマン強いというお話で、まあ、やっていこうと思います。はい、あ、ちょっと大丈夫、これ、本当に。というわけで、やっていくんですけど、まあまあ、じゃあ潜っていきましょう、一応。はい。まだこれ対戦動画なんで、まあ、それ対戦しなきゃダメでしょう。なんだ、ランクバトル、そうですね、ランクバトル、モングル言うとったな。ダブルバトル、まあそうですね、はい。崩壊嫌です、はい。はい。はい。もう潜ります。まあ、潜らなければ何も始まらないでしょう。はい、これですね。このように、まあ、禁止点数で1体使えるということで、まあ、今回はそれの放送をしていこうと思いますね。まあ、これだけで3分経ったんか、3分半経ったんか。まあ、さっさと戦っていこうと思います。今日のお題は何にしようまで話すことのお題。今日のお題は、なんだろう、もう、今後の日本国家の展望。あ、そんな重いタイトルいらんな。重いな、ちょっと。今後の日本国家の展望？まあ、なんて言うんでしょうね、まあ。まあ、はい、やめましょう。はい。次考えたのは、今日の夕食何食べたかというお話なんですけど、まあそれ行こうかな。まあそれ軽いので行こうかな、本当に。あって行きたいと思うんですけども、今日の夕食何食べたか分かりません。何食べたっけな、分かりません。はい。ちょっと対戦相手見つかんないと、もうこれ動画にならんから、早く見つかって、本当に。ちょ、マジ、本当に頼むんです。動画の編集とかさ、めんどくさいからさ、もうここら辺さ、もう、あ、見つかりました。ありがとうございます。はい。はい、対戦よろしくお願いします。はい、対戦よろしくお願いします。以外の感情を失いました。対戦よろしくお願いします。ということで。はい、相手、まあ、一応、相手写真撮って。相手のパーティー、不思議マナー。ポリゴン2、イエスさん。誰？あ、ガオガエンか。ガオガエン、黒馬バドルクス、ね。これめちゃくちゃ多いですね、ダブルワード。な、多いらしいですね。エールフーン。あ、これ強そうですね。強そうでいいやつ。はい。はい、次行きましょう。僕の方はエースバーン、不思議バーン、グラード。
レジエレキ、まあレジエレキですね、これレジエレキなんだっけ、オーロンゲエンテス、そうですね、これどうしようか、青が嫌だな。問題はないと思う。そうか、あいつ嫌だな、不思議花嫌だな、エースバーンか。あーどうしよう、これエースバーンで結構破壊できる。あーどうしよう、あーもう決まった。あーこれめんどくさいな、これめんどくさいな。そういうことね、はいはい、そういうこと、そういうことね。わかった。あーどうしようみたいな感じを失いました。どうしよう、そうっすね、どれ行こう。あ、まあじゃあちょっとレジ、あ、そういうことか。あ、これ初手からもう攻めていいかな、もう僕。あ、まあじゃあこれじゃねえや、もう初手から攻めていい、もうこれ本当に。もう攻撃サポートのレジエレキとオロギ両方外しました。相手は対戦よろしくお願いします。お、このパ自分のパーティーがどのぐらい強いか分かりません。さっき30分で勝手に30分で作ったパーティーなので、僕はどのぐらい強いか知りません本当に。あ、そうだ、今日の夕食何食ったかとか、そういう話しとったな、さっきしてましたね。うん、あ、忘れました、はい。何食ったか覚えてないんで僕も、まあ覚えてないけど、なんか腹満たされてるんで、まあ食べたらあるんでしょう、おそらくは。まあまあ、ちょっと僕の方もよく何言ってるかわからへんって思うかもしれないけど、僕もわかりません。あ、これきついな。これそういうことか。あ、これ嫌だな、マジで。これは嫌だな、本当に。これは嫌だな。これは嫌すぎだな。最初からこれか。強いな。この人強いんしちゃうか、もしかして。あ、これでボーンやって、これでボーンやって。はい、こんなんでいいっすわ、本当に。はい、あ、これ死にましたよ、これ。あ、これ無理だわ、これ負けるわ、絶対無理じゃんこれ。はい、あれ、アストラビート言ってこんかった、なんで。お、これいける。お、これ勝ったわ、やった、アストラビート言ってこんかった、やった、これ勝ち、これ勝ちっすね、たぶんおそらく。あ、何の話してたっけ。あ、そうだな、昨日の夕食何食ったかって、じゃあ夕食何食ったかって話っすね、覚えてないっす。あ、だからじゃあその前の昼何食べたかの話しようか、じゃあ覚えてないっす。何の話、朝確実に何も食ってへんもん。あ、何も食べてないっす朝。あ、こんなんでええか、まあ、まあ知らんって話でもありますけど、俺どうしようもない、どうしよう、マジ。え、これ結構強ない？え、だってもう2体葬った人だって。これはこれだっか、まあまあまあ連打か、まあ、連打しときゃいいわ、これもう連打しときゃいいっすと、勝てますわ、多分勝てる、まず問題ないです、はい、はい、予想通りですね、はい、平成最後の予想通りです、はい。まあそうですね、まあそらそうっすわ、ね、お話ですわ、はい。あ、そうか、これ最後フィールだから猫魂効かんのか。あ、そうか、それは美味しいわ、連発しとけ、勝てるんじゃねえ。いや、勝てそうだな、マジで。マジで勝てそうだな、俺。どっち飛ばす。いやー、さっきもアストラビット打ってこなかったの楽だったな、マジで。そっちか。あー、どうしよう、これ。素早くしちゃったの、あの不思議魔。まあ、そうか、不思議魔なんで、無理もなかったら不思議魔なのかと思ったら。そうか。あと、とりあえずあの不思議魔の邪魔なんで、とりあえず倒します。はい。まあ、こうか。あ、これでか、青に眠らすのもありか。そういうことか。いや、もう、とりあえず不思議魔先に倒しきろう、マジで。もう、あと、レップ連打でいいよ、めんどくさい。これ、勝てるんじゃねえ、これ、みんな、どう？あ、いえ、10分近いですね。まあ、10分近いということで、10分が近いんでしょう、マジで。あー、落ちない。落ちない、あともうちょいなんだけどな。令和のあり方を問われる。あー、これ死にましたね、はい。そうか、それだったら先に眠らすときゃよかったか。うわー、これきっつ、きっつ、これ。あー、あ、そうか、もうあれ勝手に死んでいくわ、これ。なんか食いやがったし。はい、まあこれでいいわ、これしか言えない。どうしよう、また眠りもな、めんどくせえな、マジで。まあ先に葬りたいな、あれ。どうしよう、マジで。まあ眠らせてきますね、まあ、確実に。そらそうでしょ、だ、まあ、この戦術多いんで、本当に。まあ、僕がまあグラードン出したのがあれなんですけど、まあ、
ああ、眠りましたね、はい。まあ、こういう、まあ、複数催眠も OK なんで、まあ、OK なんで、ルールっていうか、まあ、まあ、しょうがないですけど。これ、勝てるな、これ。勝てるんちゃう。じゃあ、あっち側が有効だないでしょ、だって、ガゴヤン側が。うん、ガゴヤン側が有効だないから、これいけるわ。これ、ずっと同じことやってるやつだね。そのうち起きるだろ。そうそう、エンテ起きるっしょ、だって。ああ、そういうこと。エンテかと思うか。ああ、俺負ける、マジで。ああ、くっそ、負けんのか、こんなのに。最初何不思議まであれ入っときゃよかったな、ガワイの今の催眠に。催眠から入っときゃよかったな、これ。あー、しくった、負けた、負けた、負けましたよ、これ。あー、負けた以外の感想、感情を失ったんで、多分負けました、はい。あ、そういうこと、はい。そういうことか、これ、悪技、炎悪技打ってくるのか、俺。どうしよう、マジで。そういうことだよ、ね、まあ、まあ、そっか。もう無理だわ、無理だわ、無理だわ、無理だわ。あ、負けました、はい。負けましておめでとうございますですね、はい。あ、負けたわ、俺。あ、負けた。そういうことか、やっぱ催眠強いな、俺。まあ、しょうがねえな、もう、そういうゲームだね。まあまあ、ポケモンは世紀末アクションゲームなんで、しょうがないです、はい。はい、というわけで、負けました、はい。はい、はい、負けたわんじゃないかなと思います、まあ、なんか、負けた方なんじゃないかなって、まあ、僕の中での感想ではありますね、はい。なぜ負けたかというと、まあ、見れるの相手。なあ、高確率持ってんじゃ無理だって、そんな。しかもさ、しかもこんだけ素早く打って、あ、これ無理だわ。はい、ありがとうございました。はい、では次行きましょう。はい。あ、そうか、回帰落とされるんだ。あ、そっかそっか。あー、もうこれどうしよう、マジで。あ、今2時8分です。あ、2時28分じゃない、2時8分です。朝2時8分。何こ、なんでこんな朝にやっとんだって話なんですけど、なんか、ね、やりたい気分になってやりました。はい。あえてね、はい。あ、そうですね、扇風機壊れた話です。あ、そうか、もう1年前以上前か、もうずっとあの時から壊れてます、直す気ありません、はい。そうですね、あと、そうだ、エアコンの掃除したんだ、なんで掃除したかって、汚かったからですね、はい。まあまあ、そりゃそうでしょう、はい。そうですね、あ、そうだ、ポテトチップ買ったんですけども、まあ、ポテトチップだったんじゃないかなっていう感想ですかね、まあ、本当に、まあ、感想としては、なんだろう、海苔塩だったから、まあ、海苔と塩の味がしたのかなみたいな、まあ、僕の中での、まあ、そういう感想になるんでしょうかね、はい。ちょっと頼むから対戦で見つかって もう対戦相手いない、やめて、本当に、まあ、誰でもいいからマジで見つかって、本当に。ちょ、もうこれちょっともう放送さ、はよ、もうさ、もうさ、あ、ちょ、足かゆい、足かゆい、足かゆい、こういう足のかゆさが明日に見える。失敗したらもう、ちょ、相手が不思議まで持ってたのが問題だったの、マジで。グラードでしょ。相手も読んでなかった、読んでたのかな、グラード。あんま読まれないと思うんだけど、まあ、まあ、初手クロバドレックスがあれやってこなく、アストラビットやってこなかったんで、まあ、まあ、そこはまあ良かったのかなって今なるんですよ。ああ、そうだ、土石チョキ持ってたから大丈夫だったのか。早押して。最近ちょっとね、ちょっとポケモンなんかかそって、あ、対戦で見つかりました、ありがとうございます。放送が続きます、はい、ありがとうございます。星さんランクバス、 ありがとうございます。あ、対戦ありがとうございます。な、一緒や、またちょっと待った、一緒じゃん、キラーのエンテやること一緒じゃん、マジで、マジで、え、グラウドン絶対穴だと思ったの、同じこと考えてるやついんの、マジで。 あ、でもこれ不思議は出したらいいか、そうかそうかそうか、これ考えてること一緒やん、これ。どうしよう、俺。そうか。ああ、そういうことか。そういうことか。そういうこと。どうしたらいいの、まあ、僕、グラード出さなか。まあ、伝説はもう禁電は、禁止伝説は絶対出したい。ああ、これ嫌だな。嫌だって言えば嫌だな、マジで。嫌だ。嫌だ以外の感情を失った嫌です。どうしよう、もう最初からズドンズドン打っちゃっていい、マジで。もう そんなんでいいかな、また。まあ、結局、レジエレキとオーロンに今回使う機会ありませんでした。残念でした。はい。マジでグラードかぶるの、禁止年、禁年、グラード。かぶるもんなんだけど、結構穴ついたつもりだったんだけど、本当に。本当。本当のあり方を問われる。どうしよう、マジで。動画15分ぐらいか、まあ、そんなもんだろうな。ガワイ出てきた、ガワイ出てきます。
たらもう、そうだね、そうですね、もう確実にもこれあれなんで、まあ、やってくるとしたら、まあ、グラードンにあれでしょうね、まあ、グラードンに威嚇、そうですね、威嚇もはこのエンテナス隠れ特性停止してるんで絶対もうお得ですもん。これはまあちょっとグラード下げるかもだって、まあ、まあどうせあれっしょうね、まあまあどうせ、あ、ちょっとこれさ、ちょっと地面弱点かぶってるか、これもう、絶対早いんで、相手より、これもう、噴火確定ですわ、素早さ、素早さ、補正かけて努力に確定ですわ、これでいいっすわ。あ、嘘、マジでチェリンボか、あ、これなんだ、チェリンボだったっけ、チェリンボだったっけ、あ、ちょ、もう漢字だってわからん、もうこいつなんだろ、チェリンボだったっけ、努力とかあいつも、あ、これ死んだんじゃない、あ、いやいやいや、マジ持ってきてね、マジじゃん、あー、俺エンテきついな、ちょっとエンテ耐える、耐える、耐える、ちょっと待って、危ない、あ、俺何ハチマキかなんか、これめちゃくちゃ持ってかれたんだけど、そうだね、こうだね、そうそうだね、そうだね、そうだね、これはまあそういうことか、まあそういうことでしょう、まあそういうことなんで、そういうことでしょう、はい、これ守るとか持ってたら嫌なんで、そうかそうかそうか、そうそうだね、これは噴火であんだけしかいなかったら直帰だと思うんだけどな、なんか多分直帰だと思われる、これは、はい、OK、じゃあ肩を守られ、守る持ってると、ああチリも含めましたね、弱いのかな、弱いんですね、はい、まあ、眠らせればいいだけの話なんで眠らせます、はい、あ、さっきそうやって負けたんで、まあまあ僕もそれやります、はい、あ、そっか、一角入ってたか、なんだ、予想通りですね、はい、予想通りです、はい、予想通りです、はい、うん、もうその片方に集中攻撃するともう守りでやられちゃうんで、もうそれはしょうがないことではあります、あ、結構入った、あ、そうか日差し照ってんのか、いや、めちゃ、あ、そうか、急所当たったんか、あ、これ持ち物高額レンズなんで、まあまあ大丈夫でしょう、眠るような、まあそっか、まあそういうことは守りないな、ガオヤは守る基本持ってないんで、めちゃくちゃ普通に会話してんな、ほんまに、で、これで、で、炎タイプ消して、で、炎タイプ消して段階の剣から対応して、これ素早さ4しか振ってないんで、この炎、あ、じゃ あ, あ、このエースバーン耐久250に振ってるんで大丈夫です、多分問題ないです、そこは問題ないです、いやいや、危ない、ハチマキじゃねえのかな、あいつハチマキしたいけどな、なんかそうか、ガオガインは倒したの、エンテイか、マジか、あっちもエンテイかよ、マジで、あっちもエンテイかよ、これ、 あっち3オールじゃ、3って、あと何チェリンボか、どうしよう、何がいいのしょうがねえな、これでこれしょうがねえわ、あ、えんて、うん、ずっとエンジンとか持ってるでしょ、もう外れんて、うわ、なんでうわ、確実に当ててきやがった、そんな負けじゃん、もうこれもう銀河一負けじゃん、こんな、あー、銀河一負けです、あー、これも確実に勝ち負けっすね、これ、あ、そうでもないな、もうこっち行ったし、あ、エンデ倒した、オッケーオッケー、急所オッケー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 、運は、ま、神はまだ僕見放しなかった、よし、オッケー、あいつ、な、なに、え、あいつハチマキじゃねえの、あいつ、はい、ハイ以外のハイ、あー、ちょっとこれちょっと HP あれか、確定数ずれるな、ちょっとね、こんなんだったっけ、このポケモン、このポケモン名前の思い浮かばん、チェリンボだったっけ、チェリムだったっけ、とりあえずまあ両方いっぺんに攻撃できるんで、まあ、これしときゃいいっすわ、はい、こいつの持ち物突撃チョッキなんで、まあ、多分草技耐えますわ、はい、耐える方なんじゃないかなと思ってはおります、はい、まあそうですね、もうなんか話すことなくなったらもう終わりでいいか、ここら辺で、でも早く決めて、早く決めてちょ、なんでそんなもん持っとんの、なんでそんなもん持っとんの、ちょ絶対なんかもうリーフストームとかそんなんだと思ってた、あ、これ無理だわ、無理だ、やめてお願い、死んだ、もう負け、ペーン、負け以外の負けは負けとは思いません、はい、
また負けました。はい、あ、グラードン多いんだな結構。グラダブルグラードン結構、あ、不思議マンとかあったし、結構やっぱあれなんか、まあ、ガオガイも当たり前か。はい、というわけで、はい、2連敗しました。何がいけなかったでしょうね。はい、まあまだ、まあ、相手の傾向がまあ掴めた方ではないかと思います。あ、そうですね、まあ今回はこれで終わりということにしておきましょう。はい、まあ、今日はこのくらいにしておきましょう。はい、というわけで放送の方終わりたいと思います。ご視聴の方ありがとうございました。あ、そうですね、はい、なんだ、あ、今クーラー効いて涼しいです。はい、うん、いいんじゃないかなと思います。あ、じゃあそれでは終わります。ではでは、はい。